キバナって書いてますけど、どうもありがとうございます。はい、私手書きでね作ったんですけども、この作品は全部入ってたもんで、うん、全部の状態いいですね。いやあの一応大事に貼ってね、うん、こんならしい映画にありました。災害で粉塵事故があったでしょ。いや昼みたいなものがないんですか、うん、ってたまに、うん、はい、いやでもよくこう、うん、あで、うん、あのまず見学してその雰囲気をね、はいはい、テーマでね、うんうん、でこういう指輪が違うからね、うん、あの事故は最後の方ですよね。最後の方です、だから、うん、その前にね、うん、いろんなあのやっぱり、うん、大変な事故防止、うん、事故防止とかね、うんうん、やっぱりその他に体育、うん、はいはいはい、体育も、うん、先生、もうあげながら体育もあと持てってなって言われて、体育の先生がいないときに体育持ったことあるんですよ、うん、冬はね、スキーだけどね、毎日スキーなんだで、うずら山だな、うずら山、はい、うずら山の斜面を使ってね、登ってね、やっぱり鉱山のね、鉱山のお父さんのね、子供だからね、まあ、そういう気質がはっきりあるってのは分からなかったけども、やっぱり全体的に何だ、たくましいっていうかね、うんうん、いろいろ寒さが鍛えられてるわけだからね、うん、たくましいっていう感じはありますね。だからと、うん、まあ来るか来ないかは別にして、でも時々来てるようですね、鉱山の。あの、ね、はいはいはい、はい、うん、できればですね、うん、あ、これ俺の絵だってなったらさ、うん、その本に返してほしいな。ああ、はいはい。いや、いいお子様いてもいいよってなったら、欲しいってこともいればね、返していいですか。はい、ああ、わかりました。というのはね、やっぱりね、感動するんだっけね。うん、いやー、当時もね、自分の何十年も前の感じ方っていうかさ、表し方に再会するわけだからね、感動するんだっけ。ぜひ欲しいっていう人もいますけどね。Thank you.